フランク・エドガーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、ニュージャージー州サミット出身、ヒカルド・アルメーダ柔術所属。元 UFC 世界ライト級王者、UFC 世界バンタム級ランキング11位、フランキー・エドガーとも表記される。12歳からレスリングを始め、 ペンシルベニア州のクラリオン大学在学中には NCWA d ビジョン1で競技に参加。卒業後に総合格闘技へ転校し、父親の配管会社に勤めながら練習を積んだ。2005年10月29日、リングオブコンバットでプロデビュー。ザ・アルティメット・ファイター・シーズン後のトライアウトに参加するも落選。しかし、 その1ヶ月後の2007年2月3日に UFC67 で UFC 初参戦を果たし、キャリアム杯であったタイソン・グリフィンに3から0の判定勝ちを収めた。2008年4月2日、UFC ファイトナイト、フローリアン VS、ローゾンでグレー・メイナードに敗れ、デビュー以来の連勝が9でストップした。7月19日、 UFC ファイトナイトシルバ VS アービンでエルメスフランカと対戦し3から0の判定勝ちファイトオブザナイトを受賞した2009年5月23日 UFC98 でモトライト級王者のショーン・シャークと対戦し3から0の判定勝ちを収めた12月5日ザ・ウルティメット・ファイターヘビーウェイツ・フィナーレで マットビーチと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。UFC 世界王座獲得2010年4月10日、アブダビで開催された UFC112 で BJ ペンの UFC 世界ライト級王座に挑戦。3から0の 5R 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年8月28日。 ペントの再戦となる UFC118 の UFC 世界ライト級王座防衛戦では、全ラウンドを通して、手数とテイクダウンの数で上回り、ジャッジ3者とも50から45のスコアをつける3から、例の 5R 判定勝ちを収め初防衛に成功した。2011年1月1日、UFC125 の UFC 世界ライト級王座防衛戦で、 グレーメイナードと2年9ヶ月ぶりに再戦。1R にパンチでスードダウンを奪われ小負け寸前まで追い詰められるも、驚異的なリカバリーを見せ、テイクダウンを奪うとして盛り返し、1から1の判定ドローで2度目の王座防衛に成功。ファイトオブザナイトを受賞した。2011年10月8日、UFC136 の UFC 世界ライト級、王座防衛戦で、 グレー・メイナードと3度目の対戦。前回同様 1R にパンチで一度ダウンを奪われ、さらに、もう一度飛び膝蹴りでダウンを奪われるものの、後半盛り返し 4R に、右フックでダウンを奪い、パウンドで小勝ちを収め3度目の王座防衛に、成功するとともに、メイナードとの通算戦績を1勝1敗1分とした。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 世界王座陥落2012年2月26日、日本で開催された UFC144 の UFC 世界ライト級王座防衛戦でベンヘンガーソンと対戦し、0から3の 5R 判定負けを喫し王座から陥落するもファイトオブザナイトを受賞した。また、同試合は ESPN のファイトオブザイヤーを受賞した。二千十二年八月十一日、 UFC150 の UFC 世界ライト級、タイトルマッチで王者のベン・ヘンダーソンと再戦し、1から2の 5R 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年2月2日、フェザー級転校初戦となった、UFC156 の UFC フェザー級、タイトルマッチで王者のジョゼアルドに挑戦。脅威の粘りを見せるも0から3の 5R 判定負けを、 必死王座獲得に失敗したファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年7月6日、UFC162 でチャールズ・オリベイラーと対戦し、3から0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年12月9日、ヒカルド・アルメダからブラジリアン柔術黒帯を授与された。2014年、 ザ・アルティメット・ファイターのシーズン19で、BJ ・ペンと共に、それぞれのチームのコーチを務め、7月6日のザ・アルティメット・ファイター19フィナーレで、ペンとコーチ対決として3度目の対戦。何度もテイクダウンを決め、パウンドを当て続けて、終始圧倒し、3四個勝ち。2014年11月8日、UFC ・ファイトナイト、エドガー・ VS ・スワンソンで、 フェザー級ランキング2位のカブスワンソンと対戦し、試合終了の4秒前ニッククランクで一本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年5月16日、UFC ファイトナイト、エドガー VS、フェイバーで、ユライア、フェイバーと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。2015年12月11日、ザ・アルティメットファイター22フィナーレで、 フェザー級ランキング3位のチャド・メンデスと対戦し、カウンターの左フックで 1RKO 勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年7月9日、UFC200 の UFC、世界フェザー級暫定王座決定戦で、フェザー級ランキング1位のジョゼ・アルドと2度目となる対戦。エドガーは、テイクダウンを11度試みるが、アルドの完璧なテイクダウンディフェンスの前に一度も、 テイクダウンを奪うことができず、鋭いパンチを何度も喰らい、0から3の 5R 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2016年11月12日、UFC205 でフェザー級ランキング7位のジェレミス・ティーブンスと対戦。2R に左ハイキックでダウンを奪われるも、試合全体をコントロールして3から0の判定勝ち。 2017年5月13日、UFC211 でフェザー級ランキング7位のヤイル・ロドリゲスと対戦し、終始パウンドを当て続け、2R にドクターストップで TK を勝ち。2018年3月3日、UFC222 でフェザー級ランキング3位のブライアン・オルテガと対戦し、右アッパーで 1RK を負け、キャリア初のフィニッシュ負けとなった。 2018年4月21日 UFC ファイトナイトバーボーザ v s リーでフェザー級ランキング4位のカブスワンソンと3年半ぶりに再戦し3から0の判定勝ち2019年7月27日約1年3ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC240 の UFC 世界フェザー級タイトルマッチで王者マックスホロウェイに挑戦し 0から3の 5R 判定負け。王座獲得に失敗した。2019年12月21日、UFC ファイトナイト、エドガー VS、ザコリアンゾンビで、フェザー級ランキング6位のジョン・チャンソンと対戦し、パウンドで1シコ負け。当初は、UFC ファイトナイト、ブレイズ VS、ドス・サントスで、バンタム級ランキング3位のコーリー・サンド・ヘイゲンと対戦予定であったが、 チャンソンと対戦予定であった、ブライアン・オルテガが怪我で欠場したため、エドガーが1ヶ月前のオファーを受けて、チャンソンと対戦した。2020年8月22日、バンタム級転校初戦となった UFC オン、ESPN、ムニオス VS、エドガーで、バンタム級ランキング5位のペドロ・ムニオスと対戦。ローキックを効かされるものの、5R にわたって、的確に、 パンチをヒットさせ、二度テイクダウンを奪うなど対抗して、2から1の 5R 判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞し、バンタム級デビュー戦を白星で飾った。2021年2月6日、UFC ファイトナイト、オーバーム VS、ボルコフで、バンタム級ランキング2位のコーリー・サンド・平原と対戦し、右飛び膝蹴りで、開始28秒の小負け。 2021年11月6日、UFC268 でバンタム級ランキング13位のマルロンベラと対戦し、右前蹴りで 3RKO 負け。ベースのレスリングで培われた組技に加え、打撃の技術にも優れ無人蔵のスタミナと、細かなフットワークを活かしたパンチのコンビネーションを得意とする。また、劣勢になっても決して諦めない。 精神力の強さとリカバリーの速さで UFC 世界ライト級王座を3度防衛した。ありがとうございます。